週末はなかなか、投資家の方はいろいろこう中にはね、その肝を冷やされたというか、まあ、なんせその仮想通貨ですよ、コインチェックで、その話をして、まあ、今日はちょっといろいろお話をしたいことがあるんで、どんどん行きたいんですけど、最近このチャンネルを見始めた方はご存知ない方も多いと思うんですが、去年の春ぐらいまで私はビットコイン毎日レポートっていうのをちょっとですね、そういうサイトから依頼されて毎日書いてたんですよ。これはまたしんどかったんですけど、毎日一応6時までに基本的には提出しなきゃいけなくてですね、で3時で閉めるんですよ。でその日夜とか、日本時間とか何があったかみたいなことで、まあ何もない日も当然あるんで、でテクニカルとかチャート分析で、まあ、目先これぐらいが目標だみたいなこと書いたりとかっていうのをですね、毎日書いてたんですよ。でなのでそれなりにちょっと最それが終わって、まあ、春先ぐらいにちょっとその連載が終わってしまったんで、そっからあんまり見てない、まあ、見てなかったんですけど、で基本はもう今ビットフライヤーにビットコインを置いているだけの私ですが、コインチェックも使ったことがありました。で、リップルをその時は買ってたんですね。やっぱり仮想通貨のその通貨の取り扱い量、いろんな通貨がある中でそのいろんなその取り扱い通貨の数が多いんで、コインチェックもじゃあちょっとやろうかと。でよくわかんない会社だってのはやっぱり思うわけですよ。で会社概要とか見てもよくわかんないし、株主構成もよくわかんないし、ビットフライヤーは言っても株主構成ぐらい出してくれてるじゃないですか。でそれなりの企業が、出資してくれていることもわかるし、であと他上場企業の子会社のところで取引所やってるところもあるから、そういうところはいいなと思うんですが、こういうかちょっとそういうのがないんでわかんない、まあ中でまあ別に吹っ飛んでもいいやぐらいの金額を。でやっぱりそのブロックチェーン技術っていうものを考えると、ビットコインよりもリップルっていう通貨の方にこう優位性があると。通貨を送るっていうだけじゃなくて、決済するっていうだけじゃなくて、その他に情報もたくさん送れるっていうことで、リップルを使ってそのブロックチェーン技術の実証実験をやっていこうっていうところが多いので、じゃあリップルだなと思ってリップルを買ったんですが、5月ぐらいですか、昨年のにシステム障害があって、なんかえらい高い値段のレートを提示したんです。これパーンと売りに出したらですね、これはちょっとバグだからっていうことで、システム障害だからっていうことで全部ロールバックされてですね、ふざけんなと思ってですね、その理由もはっきり開示されないしと思ってですね、頭きてコインチェックから全部引き上げて、今4.3 銭ぐらい残っているはずです。あそこはもう端数が出てちょっともうどうしようもないんで、それだけ残ってるんですけど、っていうような感じで、まあ後出しになりますが、コインチェックはちょっとあんまり信用してなかったんで、まあそりゃそうだっていうぐらいの気持ちではあります。でもう一つで、多分まあ一応緊急でLINE の方は登録、この事務所の LINE に登録していただいている方はですね、LINE に指定を送りました。こういう状況になっているよということをお送りしまして、多分、まあ、ネムとかっていうのは、ちょっとマイナー通貨なので、まあ、言っても、ね、ビットコイン、イーサ、リップル、あと、なんですか、リスク買ったりする人もいるし、あと、ライトコインとか、まあ、そのぐらいだと思うんですよね。で、ネムを持たれている方は、多分、このチャンネルを見ている方、まあ、普段から見てご覧にいただいている方はいなかったのかなと思うんですが、で結局保証されますっていうことになるじゃないですか。でまあ一応一個人一 FP としての見解でありますけども、詳しくは税理士の方にって感じなんですが、ネムを、まあ、持っていて、で多分持ってる方は多分相当利益が出てるはずなんですよ。で88円ですか、で保証されるとっていうところでも多分利益が出てる方が多いはず。まあ損しちゃう方は、また頑張りましょうっていうことなんですけど、で利益が出ると。で、まあ結構な利益だ。で、仮想通貨基本的に日本円にした段階で利益が確定されるという形になりますから、そこで税金がかかるわけですよね。どうしますっていう話です。雑所得。
長く持って、まだまだ持ってようかなと思って、延滞する、つもりなんか全然なかったよっていう方は、ここで税金が発生することが確定するわけですよね。で、保証金なんで、ちょっとこれ、わかんないんですけど、おそらく、雑損控除の対象になるんですが、全額分は当然非課税になるってわけじゃないので、ってなったら、まあ、ある程度税金かかってくるっていうことは、覚悟してくださいねっていうことですよね。まあ、円で返ってくるっていう、その問題点はそこだと思うので、ちょっとお気をつけください。ということです。はい、ネームに関しては。で、あと、また、いつ、他の通貨も含めて多分しばらくは、コインチェック動かないと思うので、まあ、ビットコイン持ってる方でも、リップル持ってる方でも、まあ、しばらくご辛抱、あかんの方、しばらくご辛抱ということで、で、もう一問ご辛抱ですか？ だから まあ、ちょっと会社選び、取引所選びはちゃんとやんなきゃいけないなっていうことですよね。で、上場してるところとか、ビットフライヤーは上場してないんですが、上場観測もある。で、まあ、一応出資してくれてるところはそれなりにしっかりしてるから、まあ、ビットフライヤーでもいいんでしょうけど、まあ、フィスコとか、ちょいちょい出しております。ビット、リミックスポイントとか、まあ、あれでもいいですね。GMO インターネットとか、上場してるところが、まあ、間違いないんじゃないでしょうか、と思っておりますが、まあ、間違いないっていうか、間違いはあるんでしょうけど、やっぱり、会見見てても思うのが、あまりにもいろんなことを隠しすぎる。もうちょっといろいろ情報出してくんないとこっちも不安なんだけどっていうところだと思うんですよね。で、未上場企業だから別に全部公開する必要はないっていうふうに、まあ、弁護士も言って、まあそれはそうなんでしょうけど、そう、投資してる側としてはちょっとそれじゃ困りますんで、取引所選びも慎重にっていうことですよね。まあ、マウントゴックスの件もありましたから、ちょっと非常に気をつけていただきたいなというところであります。あ、やっぱりなんだかんだ株でいいじゃんっていう感じのことを 思いました。はい。っていうところですね。で、今日はその関連の通貨も後で見たいところではありますが、消え物のお土産をいただきましたんで、先に紹介したいと思います。これは何でしょうかね。ピーナッツパイ。ピーナッツパイということですから、落花生といえばやはり千葉県。千葉銀行のお土産であります。千葉銀行、数少ない、リーマンショックの時に、赤字が出なかった、黒字をなんとかキープできた銀行の一つですよね。何でしたっけね。千葉銀行と静岡銀行と、あと2つぐらい。まあ、もっとあったのかもしれないですけど。っていうところですね。千葉県でね、やっぱりシェアが非常に高いですから、こんなに高いんだって、そのメガバンク3行を合わせても、その預金残高勝てないんですよね。ちょっとそれはびっくりだったんですが、まあ、貸し出しの残高も結構ダントツです。で、個人とか中小企業に強いということ。で、あと、観光庁の、指定金融機関、9割ぐらい大体、もう、千葉銀行は、なっておりますんで、その辺の安定性とか、財務の健全性もあると。格付け一番高いですからね、銀行の中で。はい、一番高いって言ったって、一番高い銀行が8個、9個あるんですけど。ね、はい、そんなところです。まあ、武蔵野銀行との提携とかですね、あと他の地銀との、基幹システムとの、をまとめたりとかっていうところをやっておりますんで、その辺の、コスト削減効果とか、あと武蔵野銀行との提携で大体100億円ぐらいの効果、そのうち80%ぐらいがその収入の効果だから、千葉銀証券での下に持ってるんで、とか千葉銀アセットの商品を武蔵野銀行が売ってくれることによる効果とか、で、あと、協業によるコスト削減効果が20億円くらい出るっていう、そんな話でありますので、まあ、厳しいこの銀行が今どのようにして、やっていけるのか。で、店舗削減ももちろんある
ですけど、そのさっき言ったその官公庁の指定金融機関になっていた、いるとか、その地域金融機関としての役割があるんで、そこまでこうガッと減らすことはできないから、一つの銀行でその総合的な対応をするんじゃなくて、この銀行はもう個人向けの業務だけとかっていうふうにスリム化していくっていうような、そんなことを考えているということでしたね。はい、ということでありまして、そんな千葉銀行から今日は株価を見ていきたいと思いましょう。思いましょう、思います。ということで、1月29日。あ、その後の、なんですけど、その説明会に行く話もちょっとメールをいただいてですね、まあ、基本的に私は、その個人投資家向けの説明会に一番よく行くんですね。で、一応アナリスト協会の会員でもあるんで、アナリスト向けの説明会も行けるんですけど、あんまり面白くないんで、なんか数字のことばっかり言われても面白くないんで、個人投資家向けの方がお土産くれるしいいなと思って行ってるんですけど、で、その個人の方がいきなり個人、企業、個別の企業訪問とかできるかっていうふうに言われて、いうふうな質問をいただいたんですが、ちょっと私はやったことないので、全く知らないところには。それ、まあ、それをするっていうのが目標ではあるんですけど、このチャンネルの。まあ、チャンネル登録者数増やして、ちょっとこういうコンテンツをやってるんで、お話を伺えないでしょうかみたいなことを最終的にはっていうのも、もっと大きい目標はあるんですけど、そういうことをやっていきたいなと思ってるんで、チャンネル登録者数を増やしたいというのはあるんですが、ちょっとどうなんでしょうね。知り合い、つてがあるところはいけるんですが、ちょっと私は直接いきなり 言ってもいいですかっていうふうに聞いたことはないんで、ちょっとどうなのかわかんないです。なので、各担当の方に確認してみてください。大体なんか、社長室とか、社長室 IR 担当とかですね、経営企画部 IR 室とかですね、まあ、財務部の時もありますけど、まあ、そんなところが担当だと思いますので、あと広報部のパターンもありますかね。と思いますので、はい、ということであります。ということで、1月29日、千葉銀行の株価から見ていきましょう。はい、千葉銀行、今日は2円高960円、0.2%上昇。ちょっと下落基調になってきておりますかね。日米ともに金利が上げ止まりという形になってきましたので、金利が動かない、まあ、銀行ちょっと、停滞というような形になってきてますが、まあ、決算発表控えてっていうところはもうありますんで、まずどっちかというと、もうまずは、省人化省力化、FA ロボット系とか、半導体系の方にお金が向かっているのかなっていう、金融遅いですからね、決算発表ね。なので、そっちの方にお金が向かっているのかなっていうような印象であります。そんな千葉銀でした。で、日経平均は今日は、2円54銭安、23,629円34銭、0.01%下落ということでですね。これは何ですか？ 1、2、3、4日続落になるんですかね。厳しいですね。2万3000円でどうしても止まる。まあ、でも逆に言うと、この辺多分買い場なんでしょう。ここをしっかり、ここで溜め込んでいけば、年朝の銘柄の決算発表のとかのところでスポーンと行ったりとか、何かのきっかけにとか、為替が円安になったタイミングでとかっていうことで、まあ、ポン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 とまたここの16連投みたいなことがあるんじゃないかなという気はしますが、トピックス1.06ポイント高、1884.45ポイント、0.06%の上昇ですね、こちら。まちまちということでありました。ジャスダック平均、久々の反落ですね。2円83銭、安4295円65銭、0.07%下落ということで。何日ぶりですか、これは。1、2、3、4、5、6。これ7日ぶり反落なんですか、これは。はい。ぐらいです。久々にですね、売られましたね。まあ、さすがにここは調整というか、日柄調整ですか。マザーズ指数17.54ポイント、安1334.35ポイント、1.3%の下落です。個人投資家のちょっと今日はっていうところなんですかね。さすがにこの、信越化学の動きを見せられてしまうと、
ていうところがあるのかなと思いますので、新月価格4063かな。新月価格580円だから1万3090円、4.64%上昇。ということで、窓を開けて年初来高値更新。ということは、上場来高値ですかね、新月価格は。ということで、1万3000台に乗ってきました。高いところ1万3175円ということで、先週末の決算を交換して、買われております。やはり強い半導体ってことで、今日は半導体が全般強いということであります。東京エレクトロン、285円だから22,110円、1.3%上昇ですね。あと、半導体関連。この辺ですかね。アドバンテスト。39円だから2229円、1.78%上昇。全然違う。3436。サムコ、60円高、3090円、2%上昇ですね。半導体が強かったということで、外需系が結構しっかりしてたようなイメージだったりもします。で、同じく先週末決算発表した、ファナック、一応、かろうじてプラスですね、だいぶ押し戻されてしまいました。70円高、3630円、0.23%の上昇ということで、この辺がやっぱりその、なんでしょうね、一応、海外の指数、アジアしのアジアの株価指数につられて下がっちゃったっていうような話ではあったんですが、ハンセンが今日3万3001円、150、0.46%下落とかですね、上海総合指数も今日はマイナス、1%ほどマイナスになっておりますので、これはまだ反映してないんですね、今日の分は。ということは、ね、この動きにつられて先物主導で売られたっていうことになると、やっぱファナックとか売られやすいよねっていうことではあったのかもしれないんですが、の割にはって話ですよ。でもソフトバンクもこんなもんですか。ソフトバンク18円安、9182円、0.2%下落。結局マイナスになっちゃったんで、そういうことなんですかね。じゃあ、ファーストリー、70円安、49440円、0.14%下落ということで。先物主導で売られる典型的な例かなっていうような感じはしますね。あとディフェンシブもちょっと弱いっていうところでですね、資生堂150円安、5714円、2.5%下落。この辺どうですかね。アサヒ、133円安、5630円、2.3%下落とか。医薬品、中外製薬90円安、5900円、1.5%下落という形でありました。ですね。あと、そうですね、下落。内需、やっぱり弱いですかね。あれ 出ません。東京ドーム、27円安、1053円。ちょっと窓を開けて下落。さあ、東京ドームは、決算やっぱりいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。やっぱみんな東京ドームでコンサートやりますから。この前のふるさと博とかもね、ちょっと時間なくて行けなかったですけど、行きたかった。電通、あれ違う。 電通120円安、5050円、2.3%下落。電通を素直にちょっと内需株と言ってしまっていいのか、海外の売上高も多いところなので、ちょっと難しいところですが。で、今日ここ買いだったんじゃないですかね、小松。全然ディフェンシブじゃないですが、70円安、4184円。でも、今日、日立建機の決算発表が5場、5場じゃないや、引け後にありまして、やっぱり筋良かった。この辺が悪いわけないじゃないですか。 今日買いじゃないですか。あと、同じく内需、東急、30円安、1863円、1.6%下落と、真ん中形でありました。ですね。
原油関連また高いですね。昭和シェル34円高1602円、2.2%上昇。JXTG ホールディングス15円50銭高752円、60銭、2.1%上昇と。あとはあれですね、この辺の工作機械はやっぱり決算いいんじゃないかと思ってるんで、ちょっと見ておいてくださいね。大熊とか牧野フライスとかマシニングセンター150円だから7760円2%上昇ということで今日は終わっておりますが。で、今日はあれですよ。やっぱりなんといっても、先ほどのコインチェック問題、仮想通貨問題 ありますんで、で、これを、だからどう見るかなっていうのは気になってたんですけど、そのコインチェックの件を受けて仮想通貨関連全体的にこれはもうしぼんでいくなと見るのか、コインチェックがダメだから他の取引所に行くというふうに見たのかっていうことでですね、見ていきたいと思います。GMO インターネットからいきましょう。GMO インターネット、今日は114円高2133円、5.65%上昇。っていう形で、他のカート、何ですか、仮想通貨取引所、まあ、仮想通貨っていう言い方を改めろっていう話もありますけどね、仮想とか言ってるからいいイメージが生まれないって、まあ、クリプトカレンシーですから、その通り暗号通貨でいこうじゃないかっていう、ね、そういう話もありますが、フィスコ、8円高380円2.15%上昇。リミックスポイント、5円高792円。あんまりここ反応ないんですね。0.64%上昇。で、それに関連して、あれですね、セキュリティ関連が今日は上がるというですね、のがありまして、テリロジー、27円高409円、7%上昇。テリロジーの株買ったって話がありました。開花が1円高72円みたいなところありますけど、まあ、それはそれとして。あと、アークン、17円高1162円。ちょっと上髭つきましたが、1.5%上昇。あと、こういう時に出てくる FFRI、100円高4325円、2.4%上昇。この辺、IBC、108円高1616円、7.16%上昇。と、ここら辺ですか。セキュアベイ、150円高958円、21.2%上昇。もう見えません。こんな、ここら辺にいますよ。ここら辺です。はい、ぶっ飛んでますっていう感じですね。で、これに関連して、ここが動くのかっていうところびっくりしましたが、安田総合、105円高1109円、10.5%上昇。ちょっと上髭長くつけてますが、あんまりちょっとよく、これ、分からず 参入してきた人もいるんでしょうけど、仮想通貨の保管方法として、やっぱオンライン上にずっとその仮想通貨を入れておくと、ハッキングされて、今回みたいにその流出してしまうっていうのがあるんで、で、まあ、いろんな形でそのオンライン上には載せておかないっていう、外しておくっていう作業が求められるんですね、本当は。で、取引所とかっていうのは、本当はそれをやんなきゃいけないよっていう話なんですよ。で、それをやってなかったっていうのは、一つ大きな、今回の失敗というか、今回の事件につながったところであるんですね。で、例えば、それこそ USB メモリーに入れることもできるし、で、なんですかね、なんかこう、QR コードの形にして、なんか置いておくこともできるし、個人の方だったら、iPhone のアプリとか、Android のアプリとかに、入れておくこともできるんですね。だから取引所に置いておくっていうのは、それなりの、まあ、スマホの端末に入れておくのも完全に安全かって言ったらそういうわけでもないんですが、オンラインでつながった状態にしておくと、こういうことが起きるっていうことで、で、コールドウォレットを保管しておく、場所として安田総合が注目されたみたいなところがあったようです。こういうのはどうですかね。杉村。そうか、こういうのはやっぱ違う。やっぱり、文書保管とかに長けてるんで、安田倉庫は。そっちなんでしょうね。はい。杉村倉庫とか全部違うと。ダメだと。そういうことでした。
あと、大東建託関係ないですけど、大東建託は。決算発表ありました。735円安、19,665円の 3.6% 下落。増収増益ということだったんですが、予想据え置きということでありまして、置き下げております。あと、いろいろ材料ありましたが、どうでしょうかね。ちょっとバーッと決算絡みで見ていきますか。ハウスコム、45円高4175円 1% 上昇。第3クォーター、前年同月同期比、31.7% 増ということで好決算でありました。まあ、好決算は好決算なんだけれども、情報修正できるかどうかって話なんでしょうね、きっとね。オリジナル設計でしたっけ。150円なんか913円 20% 上昇。綺麗にこの大陽線を、陽の丸坊主と、日の丸坊主ですか、陽の丸坊主ですかというやつですね。あ、でも下ちょっとあれですね、ひげがありますけど、まあ気持ちいいですよね、こういうのは。逆に下方修正ですか、ここは。SMK100 円安512円 16.3% 下落であります。この辺どうですかね、個人投資家の方、お好きな方もいらっしゃるんじゃないか。みずほメディ、260円高、5210円 5.25% 上昇ということで、通期予想情報修正と増配発表しております。ということで、同じく情報修正発表、高田機構、700円高、4170円、ストップ高、比例配分ですね、20% 上昇であります。この辺、イントラスト。株式分割も同時に発表ですね。高決算の発表と同時に株式分割発表ということで、304円高、2050円 17% 上昇です。この辺、引き続き、吉村フードホールディングス、91円高、2169円 4.3%いや、38% 上昇ですね。分割権利落ちのタイミングで拾いに来た方が結構いたようですね。そして、あ、来ましたよ。イソライト工業。高値更新ですね。強い。107円高、1380円、8.35% 上昇。なかなか、まだまだ行くんじゃないですか。で、先週、決算発表して上昇しておりました。KOA、コア。144円高、2859円、5.3% 上昇、引き続き続伸ということであります。プレステージインターナショナル、83円高、1461円、6% 上昇。第3クォーター、増益決算ということでですね、予想を上回る数字出てきました。ここが意外と高い。富士ホールディングス、116円高、1856円、6.67% 上昇。レーティングですね、これ、ダイワが3から2に格上げですね。で、ここも先週末決算発表でしたが、売られました。コイット製作所、410円安、7770円、5% 下落。ちょっと、あれですね、出尽くし感というやつですかね、これは。筋がそこまで悪かったってわけじゃないんですけどね。で、損保事業への参入を発表しました。楽天、これは売りで反応ですね。7円安、1013円50銭、0.7% 下落。そんなにやったら資金持たないだろうみたいなところの警戒もあるんですかね。この辺どうでしょう。ロードスターキャピタルでしたっけ。310円高、2457円、 14.44% 上昇。新投資商品への期待がまだ続いているということですかね。和田光さん、ずいぶん下げましたね。128円安、998円、11.34%、11.37% 下落です。
公募増資 PO 発表ということで、公募実施か、ということで大きく下げております。こんなに下げると、まあ、いいとこ切ったんでね、さすがにこの辺でっていうところあるんでしょうけど、そんな公募増資みたいなことで返されてもちょっとっていうところは、投資家からするとあるんでしょうかね。で、ちょっとレーティングは今日はちょっと長いので、あれなので、先週末に今週の予定を紹介できなかったんで、ざっと見ていきましょう。今日決算発表いっぱいある、まあ、今週かなりいっぱいあるんで、それも合わせてですね、見ていきたいんですが、今日だから、剣豪の先の日立建機と、キャノンマーケティングジャパン、富士電機、どうなんでしょうかね。あとはこの辺材料を含めて買ってる方も多いかもしれないですね。前輪あたりですかね。平和不動産とかですね。海外も特になくって、明日30日失業率発表ですね。国内どうでしょうか。有効求人倍率とか家計調査と、あと商業販売統計とか、出てまいります。で、海外 FOMC が31日まであります。で、あと S&P コアロジックケースヒラー住宅価格指数、11月分発表です。あと1月の、カンファレンス元消費者信頼感指数発表であります。あとトランプ大統領の一般教書演説ということで、どうなるんでしょうか。で、マクドナルドとかファイザーあたりの決算発表ありますね。で、国内の決算発表は、ヒューリックとかね、ヒューリックが意外と不動産業で、時価総額4位に食い込んできてるっていう驚きの、野村とか東急を抜いてですね、ちょっと意外と高いの。積水化学とか、なんでしょうね、ホヤ。あと、地場証券系がポコポコ出てきて、ヤクルト、日経金、日本軽金属ホールディングス、あと何でしょうか、木曽路とか持ってる方いらっしゃるんですかね。あとの辺とか、あとサブコン、中電工と旧電工、あと金電出てきます。あと新日鉄住金ソリューションズとか結構いいんじゃないですかね。はい。であと話題の角屋今どうなんですかね。まあ、引き続き結構高値圏なんですね、角屋製油。去年ぐらいから、まあ、たびたび見てまいりましたが、非常に、この上がり方、ごま油、本当に、まあ、やっぱりこれからのこの花粉のシーズン、ごま油を鼻の奥に塗るとかいろいろあるらしいですから、ヤシマ電機とか、ワタハン、野村不動産がここで出てきますね。はい。ドリコム。四国化学、日立化成、NRI、野村総研、いいんじゃないでしょうかね。やっぱりその辺ね、システム、系は。日本外資、丸和、大道特殊工、エマーデキャピタルパートナーズ、NEC、アルプス電機、キヤノン。キヤノン本決算ですかね、これは。キヤノン、今日14円安でありますが、さあ、また一つ抜けてくるのかどうか。アートネイチャーの、アートネイチャーが30日発表なんです。アートネイチャーの CM に私の推し面が実は出ているっていうですね。9円高778円。まあ、あんまり IR 活動に力入れてくれないんで、紹介することはあまりないでしょうけども。ここ結構好調が伝えられております。オリックス、9円高に1172円、どうでしょうかね。この30日15時発表ですね。ダイワとか、3円90銭安、783円。あと、この辺が、JR 東。140円安、11,195 円。東海。東海も随分高くなって、30円高、21,115 円ですね。あとは、
こういうと、決算発表でなんとかこう反発の兆しになるかどうか、NTT ドコモですね、3円50銭だから2740円。どうでしょうか。あと、電力、東電、中国電力、東北電力、沖縄電力、出てまいります。あと、ここはちょっと期待ですね。オムロン、60円だから7290円。期待したいところ。あ、してきましたよ。東京エレクトロン。もう発表です。あとは、多いな、多いですね。あ、で、村田が前回第2クォーター悪かったですから、ここでこう巻き返しなるか。まあ、あえて据え置いたというところから、反発、ここでしてくれるもんなのかどうなのかというところですね。そして、好調三角。この辺も期待ですね。今日は変わらずでありました。多い。多いな。ちょっとこれ全部やってらんないですね。アステラス、JPX、あ、その31日入りました。31日。12月、鉱工業生産、あと消費動向調査、国内あります。で、海外は1月 ADP 雇用統計発表になりますので、ご注意くださいませ。国内の決算発表。商船三井、日本郵船、で、JPX、アステラス製薬。と、なんでしょうね。と、えーと、違うよ。これ違うやつだ。味の素とか、じゃあ味の素。ちょっと食品がいまいちですからね、最近ね。こんなもんですかね、31、意外とない。ここからファインとかどうですかね、あと三越伊勢丹。この辺のインバウンド関連がどうなっているのか。注目はアセアカ。まあ、私が注目してるだけですんで。はい、あとは富士フィルム。どうでしょうかね。富士フィルム。今日16円安、4602円ということであります。化粧品ポコポコ出てきますね。コーセーシーボン発表です。あとは、この辺どうです？講義。まあ、ちょっと、こう、まだ業績にいろいろ結びつくかって言われると難しいんでしょうけど、日本のマンホールの200万個ぐらいが、もう、やばいっていう。まあ、古くて、耐久性がもうやばいっていうような話もありましたから。まあ、ちょっと、今のところ、その業績に現れるかというと、ちょっとっていう感じですかね。で、大熊、牧野フライス、この辺の、工作機械と、あと、小松、31日。住友重機械工業とか、ただのとかですね。日立発表であります。シャープ、 TDK、 日本ライフラインが31日発表ですね。そそのかされて買われた方はぜひ。こんなもんですかね。ちょっともう飛ばしていかないといけないですね、これは。 これはちょっと時間が。31、任天堂。31日、任天堂。今日ちょっと下げましたね、任天堂。今日330円安、4万7900円ということでありました。はい、2月入りまして、1日、特に国内は指標発表ないです。海外が1月 IMS 製造業景況指数発表です。アマゾンとかアップルとかアルファベットとかファング系がここで結構決算発表ありますね。はい。で、前日31日海外、Facebook、Microsoft、Boeing 決算発表ですね。PayPal とか。で、国内が新日鉄住金。話題の寿スピリッツ。最近どうですかね。インバウンド関連。わー、強っ 強いですね、寿スピリッツは。そうですか。まあ、決算でちょっと出尽くしになるような気がします、今回は。わかんないですけどね。適当ですよ。適当に言ってるんですよ。だからちょっとそんな気がします。ちょっとここまで順調に変わりすぎたっていうところなんで、期待が相当高まってるんじゃないかっていうような気がしますんで、一旦ここで出尽くし売りが出るような気がしないでもない。カルビー、日ハム。
日ハムの何ですか、機能性飲料というか、何でしたっけ、スムージーとか、やっぱ売れてるんじゃないですかね。顔、今日売られましたが、128円な、安7572円。顔、どうでしょうか。あと、ここもいいんでしょう。CTC、伊藤忠テクノソリューションズ、30円安4970円ですが、いいんじゃないでしょうか。JFE、鉄鋼がここの発表なんですね。あと、朝日ホールディングスなんで、非鉄の方ですね。非鉄の朝日の方ですね。じゃあ言わなきゃよかったですね。ややこしいんでね。で、あと、カシオ、京セラ。京セラもいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。ちょっと村田とかその辺を見て、ちょっと京セラ判断したいですね。この辺はね。です。野村発表ですね。あと、ヤマダ電機とか。キーエンス、ついに来ます。キーエンスが1日にやってまいります。キーエンス790円安68,330円。あ、6万円台になってしまってるんですね。一旦調整ということで、一旦調整したところからまた上がってくるっていうのがキーエンスというところですから、2月2日、国内特に指標ありませんが、アメリカ1月雇用統計の発表でありますので、ちょっと週末にかけてまた動きが鈍くなってしまうかもしれないですが、まあ、決算の勢いがあればっていう感じですかね。積水、活性じゃない、デンソ、自動運転とかっていうところでどれだけこう、デンソ、数字に乗っかってきてるかっていうところですね。あと、双日、あとは、フィックスターズ、量子コンピューターの中核、フィックスターズどうでしょうかね。今日は70円だから6520円ですが、業績にくっついてきてるのか。あとは EV 関連、逃走、73円安、あ、73円だから2577円というところですが、どうでしょうか。あとは、ジェイテクトとかですね、愛新世紀とか、自動車関連の部品系とか、その辺が出てきますか。あと、伊藤忠、期待ですね。これはどうでしょうか。今日は13円高に1197円50銭ということでありますが、そうですね、商社が結構順番に、お昼から順番に出てくるんですね。双日から始まって伊藤忠、そう、ここで、だから、なんでしょうね、もう、日ばかりする人は、これ、コロコロやってっていいんですよね。ここが良かったから、じゃあ全部買い、買い、買いっつって、転がしていけるっていう。双日が、12時に始まって、その前ないですね。12時に始まって、13時に伊藤忠で、14時に三井物産ですね。あ、でも今回それで終わりか。それで終わりですね。前は結構ほぼ1日に総合商社集まってたんで、あれでしたけど。あと、米粉とか、TOA、いいんじゃないですか。こんなもんですかね。三菱 UFJ。どうでしょうか。今日は下がっている。あ、今日上がってるんですね。5円10銭だから846円。はい。あ、弥勒情報サービスどうですか。M&A 需要がかなり増えているところの期待。15円安3400円ですが、どうでしょうか。そんなとこですかね。はい。今週の予定でありました。長くなりました。 大変失礼いたしました。長い間お付き合いいただいてありがとうございます。チャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。ということで、1月29日、月曜日でした。